さあ、くもチャンネル。今日はね、なんとさらちゃんを温泉旅行に連れてきたんですけども、またニジマスを釣りたいねってリクエストをしたら、さらちゃんがいいよって言ってくれたので、第3回さらくもバーベキュースタートです。さら上手だよ。上手なの？釣っちゃうよ、すぐ釣っちゃうの。いくよ。うん、さらうまいから。本当？釣りに行くよ。元気な子来て、食べちゃうからね。うわー、うわー、逃げられた？逃げたー。悔しい、悔しい。これは悔しいね、さらちゃん。今のはずるいよ。彼らは多分、もし捕まった時の逃げる方法まで練習してんで、多分。そうなの？久保ちゃんと一緒だよ。ほら、来た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 。うわー、またやっぱ逃げる訓練されてる。これは勢いよく運ぼう。うわうわ、ほらコツつかんだ。すごい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 、コツつかんだ。うわー、もうかかった？もう釣れた。はい、入れて。できた。ということで、火も焼けたので、これからサラが大好きな牛乳、美味しい牛乳でココアを作っていきたいと思います。これで牛乳を沸かしていきます。いくよ。これを入れて煮込むだけ。よし、じゃじゃん。このミルクココアにこのあったかいミルクを、ココアを作ります。見て、あったかそう。ココアの出来上がり。これを寒い中で飲むのが幸せなんですよ。おいしい。こんな幸せはない。捕まえたぞー。おー、サラは今幸せを感じてる真っ只中で。何してたの？ココア飲んで。はい、ということで、今イワナとニジマスを釣ってきました。で、今から串に刺して焼いていきます。じゃあまずこれね。で、はい、これをグッとやって、刺して、そしてこれまた食べてください。あ、いいんですか？いいんですか？わあ、美味しそう。ありがとうございます。これが中落ちで、はい、これがハラスの部分ですね。はい、でこれがトロ叩いた部分、叩きにしてて、イクラが混ざってるんで。イクラですか？はい、イクラ入ってます。え、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれめちゃめちゃ美味しそうじゃない？いや、めちゃめちゃ美味しそうですね。ちょっと行くよ、さっちゃん。うんうん、おー。ねね、これ以上に幸せなことってなくない？思い出してみて、なんかある？はい、それで、よ
じゃない。ほら。そうだ。もうこれね、こうやってやって刺すんだよ、背骨に。直線にです。いや、そう。なんか背骨にこう刺すらしい。背骨に刺さないと体から出てきちゃうの、血が。それってまるであれじゃない？ズボンのさ、紐が取れちゃった時の紐をまた入れる直す時、そんな感じじゃない？どんな表現？ということで焼いていきます。はい、いただきます。ちなみに、え？めっちゃ美味しいんだけど。めっちゃ美味しいでしょ。なにこれ、うまっ。いただきます。うまっ、うまっ。ねえ、かなりめちゃめちゃ美味しい。いただきます。うまっ。ねえ、すごくない？サラちゃん、すごい。これもう3回目のバーベキュー、丁寧で、なんか本格的すぎる。最初のがさ、ただの焚き火レベルだったけどさ、レンタルの。こんなにもう本格的てか、もう何なら道具とかもほぼ全部皆さんのおかげで揃ったっていう。じゃあいただきます。はい、うまっ。うわ、めちゃめちゃ美味しい。それ何？イワナ？イワナ。やばい。うわ、何これ、パーフェクト。はい、ということで今日は、草津温泉の、近くの群馬県のね、東養魚養魚所っていうところにですね、寄らせてもらいました。たくさん釣ってキャンプして最高の一日だったね、サルちゃん、うん、いいデートじゃん。ぜひいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでみんな、次回の配信もお楽しみに。サラクボチャンネル、また見てね。バイバーイ。